山崎先生と呼び出され、まあ、お前の患者が治ってないとはっきり言われた。医学療法士をやめようと身のほど思った。私の方を見て、お前これはすごいぞってこう、まあ、その時言われた。1年ぐらい経った時にここのとこお前の患者良くなってるって言われるターニングポイントかなって思います。運動と医学の出版社代表の園部俊晴です。この度はマイターニングポイントをご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の企画のトップバッターとして最もふさわしい先生を今回お招きいたしました。私の学生時代の恩師でありリハビリ医療で最も尊敬されているセラピストといって過言ではないのではないでしょうか。文京学院大学教授福井勉先生にご登場いただきます。福井先生は研究、臨床、教育、すべての分野においてリハビリ医療において最も影響力のある理学療法士の一人であることは皆さんご承知の通りです。私の個人的なことを言わせていただくと、福井先生と学生時代に出会えたことは私の大きな財産であり、そしてターニングポイントの一つになったというふうに考えています。またそう思っているセラピストが本当に多いのではないでしょうか。現在還暦も迎え、まだまだエネルギッシュに活動を続けており、今後さらにご活躍が期待される先生です。それでは福井勉先生をお呼びしたいと思います。福井先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、そんなに面白い話はないんですけども、私は最初に昭和大学の藤ヶ丘病院というところに就職しました。でここで5年勤務した後に、それこそ園部先生と会うことになる、今の首都大学、都立大学ですね、その当時は都立医療短期大学という名前だったかと思います。そこでまた5年間いましたら、今度は昭和大学の藤ヶ丘病院でリハビリ病院を作るから戻ってこいというふうに言われまして、昭和大学のリハビリテーション病院に戻りました。これがまた5年間なんですね。そうしましたらですね、ちょうどこの5年目に昭和大学が学校を作るということになって、教育関係を経験してるのはお前しかいないんで、お前行けって言われてですね、昭和大学の学校ですね、その当時やっぱり短大だったんですけれども、これまた5年間ということで 5×4 でこれで20年間なんですけども、その時にですね、今度短大が大学になって、昭和大学合計して、19年いたということになります。それにその都立が5年間の後に、まあ、私のその時の上司がを辞めるということもあってですね、じゃあいよいよ自分で、自分の道を選んでいいかなと。まあ、それまではどちらかというとですね、あまり自分で選んだというよりは、あっち行け、こっち行けっていう感じだったもんですから、その後に、もうこれは潰れちゃった話なんですけれども、今の JIS ですね、今の JIS に就職しようと思ったことがあって、まあ、当時で増田先生といろいろ話をして、少し話が進んだんですが、ところがその時に、それはダメだっていうふうに、今度は元の上司に言われてですね、それでダメだって言われても、その先生も辞めちゃうのに、どうしようかなって思ってるうちにですね、まあ、その話がなくなってしまって、そうしましたら、その後、今度はですね、大学、たまたまいくつかお誘いいただいたところで、まだ解説のところで今います文京学院というところも、お誘いいただいたもんですから、まあ、こちらに行くということになりました。まあ、この間、まあ、いろんな方にもちろん、出会ってですね、まあ、その自分の道をまあ選ぶ最中に様々なサジェッションをもらって、で、まあ、そのたんびにですね、その自分で、挫折も繰り返してきたかなというふうに思うんですけども、まあ、今の文京学院に誘っていただいたのも様々な人のご紹介もあって、行かせていただいたっていう、まあ、そういったような経緯で今に至ります。その3番目の職場ですね、昭和大学のリハビリテーション病院っていう
ところに、まあ、戻ったような形なんですけども、この時すでに、まあ、皆さんご存知かと思うんですけども、入谷誠とですね、山口光圀という2人の化け物がそこにいましてですね、それで、まあ、私はその入院班の班長をいきなりやれとこういうふうに言われたんですけども、まあ、とはいえ臨床もちょっと離れてたこともあるし、後輩にいろんなことを聞かれるんですけども、まあ、大体聞かれるうちの7割ぐらいのことは答えられないようなことが多かったかなと思うんですね。で、まあ、自分も焦りがあって、で、まあ、どうやって自分を高めたらいいかっていうことの、まあ、その当時、まあ、そういった考えしかなかったので、まあ、やっぱりインプットを何かするしかないかなと思ってまして、多分本を読むっていうことに関しては、その病院でも一番読んでたとは思うんですよね。まあ、その病院で、やれる一つのことだと思うんですけども。で、まあ、何か新しい本を自分で見つけてきては、この本を読めばなんかもうちょっと自分が高まるんじゃないかというようなことをですね、繰り返し、感じて、でも本を読み終わる頃には、まあ、そうでもないかなっていうような繰り返しがずっとあったような気がするんですけども。で、当時ですね、ある、ライト・イン・ザ・ミドルっていう訳本が出まして、で、その本を実は、まあ、片日の本なんですけども、それを読み始めたところで、まあ、数ページ読んでもですね、自分にはほとんど理解ができなかった時がありましてですね、うん、で、この本は読んでもなかなか理解できないなと思ってた矢先に自分の上司の、山崎先生という人がいるんですけども、その人に呼び出されてですね、そして、まあ、個室に入れられて、何を言われたかというと、まあ、お前の患者が治ってないっていうのをはっきり言われたんです。で、私も、まあ、それは感じてましたし、自分では。まあ、その上にですね、先ほどの化け物も二人いますし、そして下からもいろいろ聞かれるけれども、なかなか自分にとって、こう、思うようにいかないなと思うような時期が、この間はかなりきつかったんですね。自分としては、なんて言うんでしょうかね、理学療法士をやめようと二度ほど思った時期でも、ありました。それでですね、まあ、ちょっと開き直ったんだと思うんですけども、まあ、要するにいろいろな本を読んで、読み進むうちにですね、ちょっと気がつくことがあって、それは、本当にそうなのかなって思うようなことが、時々書いてありますよね、本を読むわけですから。まあ、でも読み進めるうちに、まあ、そういうことを飲み込まないと次のページにもいかないから、まあ、理解したようなつもりになってたのかもしれませんけれども、そんな風に形で次を読むずっと読み進めていたんですけれども、まあ、そういうことで自分が今この程度の力なのであれば、やっぱりちょっと変えるしかないなと思ってですね、それで、読むっていうことからではなくて、今度逆にですね、今自分の中でこれだったらまあ納得がいくんじゃないかっていうようなアイデアを、まあ、ノートに書いていくということをずっとやっていったんですね。で、おそらく1年ぐらいではないかなと思うんですけど、その間ほとんど本は読まずに、あれで、まあ、ただ、自分の中でですね、やっぱり一つはこういう、領域の中では力学だとか運動学っていうのはやっぱりベースの一つだろうから、それを考えているうちにですね、じゃあこれは、こうやって体が動くっていうことはこういうことには違いないよなというような、まあ、本にどこかで読んだものというよりは自分の中で考えたようなものをこうノートに書き溜めていくようなことをずっとしてたんですね。それで1年ぐらい経ったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと覚えてるのはノート2冊か3冊ぐらいだったと思うんですけど、そういうものが大体こう、まあ、埋まった段階で、先輩の一人にですね、ちょっとこの話を聞いてくれないかというふうに、ある先生にそれを聞いてもらったんですね。で、まあ、その時に2時間か3時間喋ってたんだと思うんですけども、そしたらその先生が私の方を見て、まあ、私さ、ストームでベンっていう呼ばれてたんですけど、ベン、お前これはなんかすごいぞってこう、まあ、その時言われたんですね。で、そうですかとも思ったんですけども、まあ、少なくとも自分の中で考えたっていう実感はあったので、誰かの考えを持ってきたんではないって、そこはちょっと思ってたんですね。で、実はですね、その頃その自分の、まあ、もちろんそういうことを考えているわけなので、どうしても患者さん見るときもですね、そういう考えで見てしまうんですね、患者様。1年ぐらい経ったときにですね、先ほどの上司の山崎先生にまた呼び出されてですね、何を言われたかというと、
ここんとこお前の感じは良くなってるって言われたんですね。で、まあ見てるんですよね。まあ確かに見ては、見られてるなっていうのはずっと思ったんですけども。で、その山崎先生にですね、そういうふうに言われたときに、もう一回ですね、もう一回自分でインプットが必要だなと何か思って、先ほど言ったライトインザミドルっていう方をもう一回、あ、これで、そういえば、終わったなっていうのがあったんで、ちょっとこれからもう一回読み始めようと思った時にちょっと自分でもびっくりしたんですけども、まあ、これが本当の話なので、ライト・イン・ザ・ミドルを読み始めたところからですね、なんかもう半分ぐらいはこれはもう、まあもちろん自分が書いた本ではありませんけども、でも自分の考えとなんかすごく一致するっていうことがたくさん出てきてですね、2時間ぐらいだったと思うんですよ。2時間ぐらいで1冊爆売りをした覚えがあるんです。っていうことは多分引っかかるところはあまりなかったんじゃないかなと思うんですね。まあそうだろうなって思ってるうちに、こう、読めることができて、その時に、まあ自分の中で1年前に、だいぶ落ち込んでどうしようかなと思った時期があって、まあ本当にやめようかなと思ったんですけども、まあ、続けてていいこともあるなっていうふうに思ったのが、このターニングポイントかなっていうふうに思います。すごく思ったのは、ずっと繰り返してもダメだと先生おっしゃっていましたが、その一方ですごい人たちの共通点として諦めないという言葉があると思うんですね、うん。先生の今の経験からその区分けをどう考えていったらいいかといったらどうなりますかね。例えば何て言うんですかね、こう何回も何回も似たようなことをやっててうまくいかないときに、通常だったらこれじゃダメかなと思ううちにですね、自分もダメかなと思っちゃう。なんかそういうふうに思うことってあると思うんですけども、自分自身が自信がつかないっていうことかなと思うんですけど、でもですね、その臨床家の人たちのなんか自分の中ですごいなと思った人たちの特徴はですね、そういうものにやっぱりうまくいっているとは思えないような時もあるんだけども、だけどその後にその諦めない力っていうんですかね、まあ、今そうです言ったような力っていうのがやっぱり違うんですよね。なんかそれには共通のことを感じて、あ、これはうまくいかないんだけども、そのうまくいかないことが自分がダメなんだと思うのか、そうではなくて今自分は確かにできてないけども、まあ、この先自分がどうにかなるんだってこうちょっと信じられるような、まあできないんだけども自分のことは信じて、いられればですね、そこで、まあ、もう一歩前に踏み出せるっていう、なんかちょっとそこは随分違う気がする。まあ、執着力が強いとも言えるし、それから、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、失敗したら、失敗した分が分かったっていうような、ことを言ってる人で、まあ、先人のいろんな指揮者でいると思うんですけど、そういうことと同じような、ことを感じました。自分の成長感、ちょっと格好をつければ成長感っていうのは重要なよう、なんか自分が毎日生きてる中で、なんか成長感はやっぱり欲しいなと思うんですね。それは例えば、成長感が欲しいために様々なインプットはもちろん、それはしてると思うんですけども、通勤で車では、まあ、やっぱり今は本、オーディオブックが多いかなと思うんですけど、それとか、自分にとってその、モチベーションを維持するための工夫みたいなものっていうのが自分なりにはあるので、まあ、そういうものを工夫しながらやってはいますけど、別にエネルギー源は何かって言われてちょっと困るんですけど、ただあれですかね、やっぱりもうこの年になるといろんな人がもう理学療法士もちろんなって、私も38年目だか、9年目だかぐらいなので、まあ、いっぱい今までの教え子の人たちがいろんなところで活躍しているっていうのは目にする機会が、まあ、毎年だんだん増えていきますですよね。でそれは結構自分にとっては良かったことの一つかなと思います、はい。そういった姿を見るともうちょっと自分もなんとかしないといけないかなっていうふうに思うことは確かにあるかなっていうのはあります。これも本当全然個人的なことでお聞きしたいんですが、
先生、今還暦を超えて、若い頃と比べてその寝る時間とか働いてる時間のこのパワーっていうのはこうどういう変化の変遷があるのか、あんまり変わんないのか、それともこういうふうになってきたとかがあったらぜひ知りたいんですけど。多分あれじゃないですかね、園部も50歳過ぎたの。はい、51になりました。ああ、そしたらもうなんかそういういわゆる、なんていうのかな、体力がこう、例えば走るとか、そういうことは、はい、走るっていうのは走ってなければ走れないっていうのがあるじゃないですか。はい、当たり前だけど、だからそういう意味でその抜けてくることをほっとくとそこが弱くなってくるっていうのはどうしてもあると思うんですよ ね、はい、そうですね。だから例えばなんだろう、腕立て伏せ30回やるっていうのを、まあ、変な話1週間やったらそういうものが維持されてるっていうか、今度感覚が逆にあるから、うん、だから別にそういう部分ではそんなに変わらないんじゃないのかなっていうふうには、まあ、思うんですけど、ただあれですかね、こう覚えられなくなるとかそういうのを感じるときあるんですよね。それから今やっぱりこう読むって言ったときに目がよく見えなくなるっていうか、文字が見えなくなるとかいうのが、それは当然ですけど、新しいことを考えるっていうときに、力が使えるっていう部分に関しては、なんかそんなに変わらないんだけど、その自分の中のイメージとしてやっぱりこういう場合はこうだっていう、そういうレシピみたいなのがだんだん多くなってくるから、だから新しいものを自分の中で感じ取ろうってさっきも言ったことですけど、しないとそのまんまでされちゃうっていうかね。まあ私よく学生に言うんですけど、その日曜日の過ごし方って言って、どうしようかなって決めて、何にも決めてないってテレビのスイッチを押しちゃったらそのまま何時間もそのまま見続けちゃうみたいなやつね。サザエさんが始まっちゃうとするんですけど、そういう自分が選んでんだけども、その選んでいるっていうことの実感がないまんま時間が過ぎてしまうっていうのは、やっぱり、いろいろなものは平等だけれども、そこは何かをしている人としていない人の中で一番違うんじゃないですかね。まあ会社を経営している園部先生もそうでしょうが、いろいろなことをやってる人っていうのは、やっぱり時間っていうのが、一番プライオリティが高いものになってくるんじゃないのかなと思いますね。まあ、人間は特にこの仕事のことを考えると、20何歳で仕事を始めて、まあ、今60何歳で仕事が終わるっていうのを、もしずっとやったとすると40年今ぐらいやるわけですよね。でその40年をどうやってこうもし分けるかというと、まあ、私は前半と後半かなと思ったりするんですけども、この前半っていうことは40代ぐらいだと。でこれもしマラソンだったとすると、まあ周回走というか同じ、折り返し地点を行って戻ってくるっていうところであれば、折り返し地点の時には前半の長さは大体認識できるんじゃないかなと思うんですよね。だから大体このぐらいだと。で20代30代の頃はですね、やっぱり折り返し地点まで来てないと、どこまでが自分の終わりなのかっていうのはおそらく自分も分かんなかったですし、なかなかイメージがつかないんじゃないかなと思うんですが、この前半戦は私の考えではいろいろなことをインプットすることが重要なことなんじゃないかなと思うんですね。ですけども後半こそが本来は重要なんじゃないかとも思ってまして、例えばこの仕事の対象が理学療法ですから、まだ分かってないことが山のようにあるということだと思うんですね。で分かってないことを進めるっていうことを、もし自分の成長感と結びつけるのとしたら、やはり新しいことをやるという必要があると思います。でその新しいことっていうのが、もしかするとですね、人によって違うんだと思うんですね。例えば若い人は旅行行くのに初めて行ったところっていうのがあると思うんですけども、だんだん年取るとですね、ここも行ったことあるとか、なんかそんな風になってくるわけですよね。で、1回目に初めて行くところの方が、5回目に行くところよりはですね、なんかワクワクするっていうのはどなたでもあるんじゃないか
かと思うんですけども、そうするとだんだん年齢を重ねていくと初めてのことが減っていくっていうのも事実で、そういうことを繰り返すたびに自分の中で少し努力して新しいことを見つけていかないと、やっぱり流される感じがすごくあるんですね、自分の中では。で、特にさっき言った後半戦なんですけども、いろいろなことができるようになったとしてもですね、それが自分の中で先ほどちょっと触れたようにですね、何か新しいものでないっていうことは、あるいは新しいものであるということは自分の中では多分分かってるんではないかなと思います。分かってるんですけども、まあ、例えば何かのこう資格だとか免許だとかそういうものを取るっていうのも前半戦は私もとても意義があることだとは思うんですけども、後半になってですね、誰かがこう確立したものだとか誰かができるようになった、そのレベルを自分ができるようになるのが60歳ぐらいだとすると、そこから新しいものを生み出す時間がなかなかないとも思うんですね。だから特にその後半戦はぜひ新しいことをやってほしいなというのが私の思いでです。ということはやっぱり前半戦にいろんなことを経験する必要もあるんじゃないかななんていうふうには思っております。今まで自分の中で受け入れられるとかられないとかっていったその範疇が強制的に広げられる、自由が効かない部分が逆に自由さを広げてくれた、私の大学に学生として入ってきたんじゃなくて何かを俺に教えるために入ってきたんじゃないかと思うけど、今まであった理学療法士の中で最も創造的な2人なんですよね、私の。